カリフォルニア州の店フレンチランドリーで提供されている、ハックルベリー、マルコナアーモンド、クレームフレーシュシャーベットがついたベイクウェルタルトの一種。ベイクウェルタルトは、ショートクラスト生地を敷いた上に、ジャムやフランジパーヌの層を乗せ、さらに、トッピングとして、アーモンドフレークを加えた、イングランドの砂糖菓子。ベイクウェルプディングの一種である。ベイクウエルタルトは20世紀に、 ベイクウエル・プディングから派生していったものである。ベイクウエル・タルトとベイクウエル・プディングはどちらも同じような歌詞を指して使われるのだが、本来それぞれの名称は互いに異なる特定のデザートレシピを指すものである。ベイクウエル・タルトはダービージャーにあるベイクウエルの街と密接な結びつきがあるが、ここが発祥地であるという証拠はない。ベイクウエル・タルトは 英国中のケーキ店やスーパーマーケットで買うことができる。店で売られているチェリーベークウエルチェリーベークウエルはベークウエルケーキとも呼ばれており、ベークウエルタルトの一種である。最上層でフランジパーヌがアーモンド風味のフォンダンで覆われており、上に砂糖漬けのサクランボを半分にカットしたものが一つ乗っている。グロスターでは煮たタルトが作られており、米粉、ラズベリージャム、 アーモンドエッセンスが使われていた。2013年に、グロスター評議会のリーダーであるポール・ジェームズは、グロスターの歴史書で、グロスタータルトのレシピを発見した。グロスター博物館がレシピを再現し、博物館の支援者に無料のグロスタータルトを振る舞った。ありがとうございます。